ちらの画像はどうやって描かれたと思いますか？何か絵の具で混ぜたようなアナログ的な感じがすると思いませんか？これは実はとてもシンプルなルールに従って作られているんです。拡大してみます。画像のうち2点を取り、その周りの色を調べます。その周りの色が入れ替えた方が近づくと認識されたら、それを交換します。その動作をコンピューターによってたくさん続けることで先ほどの画像が完成します。まずこのランダムな並べたノイズを用意します。これが先ほどの画像になる前のをムービーにしたのでご覧ください。これが2つの点を交換するという作業を50億回繰り返してできたものです。ここで大事なのはルールを数値化する。今の場合だったらどういった状況を目的としているのか、その理想状態をのスコアを高く、理想状態に近ければ近いほどスコアが高くなるように、そうやって定めていけばコンピューターによってその理想状態に近づけることができます。シンプルなルールを押しても近づくことができます。理想状態から数値を定めるというとちょっとピンとこないかもしれませんが、例えばあるゲームとか、こういうゲームとか、まさに状態を数字になります。もう一つゲームを使って状態を数値化することをやってみます。これはブロックを落として一列揃ったら消えるというルールのゲームです。今緑色のブロックを落としたとして、あなたなら回転させて動かしてどこに配置させたいですか？左側、右側、それともどちらでもない。これを状態とを数値化してコンピューターで考えさせてみたいと思います。自分が決めたルールはこういったものでした。まず置いたことでブロックを消せるか、こちらも消せません。各列の高さの2乗の和、これは大きければ大きいほどばらつきが大きいということなので、あまり良くない状態なのでマイナスします。上にブロックがある空白、これがあると消えにくくなるのでマイナスします。最大の高さの2乗、上まで詰まってしまったらゲームオーバーなので、これが高いとゲームオーバーになりそうで危ないのでマイナスします。さらにこの図ではないんですけれども、穴左右両方と2段以上深さが違う列が発生した場合、それも減点します。こうやってスコアを算出したときに、コンピューターは右側の方が良い状態だと認識します。例えばでは実際にこういったルールに基づいて作ったコンピューターを2つあるんですけど、戦わせてみます。いい勝負でした。ざっと1秒間に 30回落としてます。これ左側と右側のコンピューターが少しその先ほどのパラメータの重要度を変えており、右側の方が
ハイリスク、ハイリターンな行動を取ることが多いです。で、何度も試すと、右側の方が勝率が高かったです。こういった遊びを自分だけで作って戦わせるんじゃなくて、もっとみんなでロジックを、ルールをどういった点に着目するか一人一人考えて戦わせるっていうのを、そういうのができたらすごく楽しいと思います。これはゲームのプログラミングのコンテストなんですけれども、国際大学対抗プログラミングコンテスト ICPC というのがあって、大学対抗でアルゴリズムの問題を解くんですけれども、そのアジア予選や世界大会の余興としてこういったゲームが用意されています。このゲームを解く AI をゲームを解くプログラムを解き作り、それを動かして、それで勝敗を競います。そしてその国際大学対抗プログラミングコンテストのアジア大会を今年は東邦大がホスト校になっています。それで余興も東邦大で行われるんですけど、自分もその運営に携わっています。そこでこうコンピューターにさせれば面白くなるようなゲームのルール設定やそういうのをやろうと考えているんですけれども、まだこれはプログラミングがコンテストで、プログラミングができる人がロジックを考えて作るコンテストなんですけど、もっとゲームが得意な人だったらどういった点に着目するか、そういうのを見つけるのが得意なので、プログラミングが初心者やそんなにできない人でも、やったことがない人でも、そのもっと上手にロジックを考える人はことができるのではないかと考えています。そういったコンテストを作るために、今度はゲーム的な方面からプログラミングロジックを分かりやすくしようと考えています。これはモデルなんですけれども、左側の画面と右側のエディターがセットになったソフトウェアがあると考えます。ここに例えば世界を作ると打ち込みます。すると隣の画面が反応します。次にまたその世界に対して命令関数を読みます。するとこうアクションを起こします。こういった感じでビジュアル的に分かりやすくプログラミングができる、これこそがロジックを表すのに、もちろん実際のアプリケーションにこんなの使ったら作れないんですけれども、先ほどのような AI 対戦アルゴリズムゲームのロジックをそのまま生で見ることができると、すごくプログラミングをあまり知らない人でも分かりやすく、またプログラミングをやったことがある人でもよりゲームを動かして分かることができると思います。そしてその大学対抗のプログラミングコンテストが終わった後は、あと東邦大で今度は東邦大生を対象にプログラミングコンテストに出るような人だけでなく、東邦大生を対象にロジックで戦うコンテストを開きたいと考えています。コンピューター同士で戦わせる場合、人間と全く違った動きができたり、すごく見どころがある試合ができたりします。そういった見栄えの面白さ、またロジックを作る時の楽しさ、そういうのを重視した大会を作っていきたいなと考えています。でなので、興味を持った人はぜひロジックで戦うっていうのを何か考えて、この普段ゲームを遊んでいるときに、これは自分がどういうふうに何を考えてプレイしているのだろう、例えばこれは何かの法則にできないだろうか、そういうことを考えながら遊んでみると面白いかもしれません。ご清聴ありがとうございました。